はい、こんばんは。今夜もライブ配信やっていきます。いつも通りね、無料占いやりたいと思いますけども、最初の10分間ぐらいはね、まだあんまり人も来ていないようなので、まあ人を待ってる間ね、適当にお話をしましょう。今日はですね、ちょっとツイッターの方に一言書いてあったんですが、あんまりね、ツイッターを書き込みはしなかったんですが、なんだっけ、血液型のことをね、少し書いておきました。A とかね、B とか O とか AB とかね、血液型には、いろいろ種類ありますね。大きく分けて4つの種類ね、A、AB、B、O、それから、あと、プラスマイナスあるのかな？ A プラスとか A マイナスとかね。なんかそんな感じで、いろいろ血液型も種類ありますけども。その血液型でなんかこうね、性格判断をするような占いみたいな、そういったものもあるみたいですけども、あるみたいですけどもと言うまでもなく、ほとんどの人はご存知かと思いますけどね。そういった、血液型占いとか詳しい人でない人でも、日常の話題の一つとして血液型のねことはよく出ると思います。A 型なんかはね、割と日本人的な血液型というか性格なんかでね、一般的な、ごく標準的な性格として言われていますね。真面目で几帳面だとかね、なんかそんな感じのことを言われますね。で、B 型やなんかはどうでしたっけ？ちょっと変わり者というね、イメージがあるんじゃないでしょうかね。なんだろう、変わり者というね、自分の興味のあることにしか興味を持たないみたいなね、あんまり人のことはどうでもいいみたいな。それから AB 型、AB 型も変わり者なんでしょうかね、よく分かりませんが、A と B の性格を合わせ持ったみたいなことを言う人もいるし、私ね、血液型占いとかよくわかんないんで、あんまり詳しいことは知りませんけども、AB 型も、ちょっとね、珍しいタイプの性格だったりしますよね。中には二重人格だとか、どっちつかずのはっきりしない性格だとかいうことも言われますね。それから O 型っていうのはどういう性格なんですか？O 型は、大雑把だとか、あるいはおおらかだとか、八方美人だとか、面倒見がいいとかね。そんな感じなんでしょうかね。O 型なので大きいというイメージだったりとかね。よくわかりませんけど。そんな感じで、大体のね、性格やなんかは、言われてるものがありますもんね。私もよく分かっておりません。で、実際その血液型で人の性格が決まるのかどうかということなんですが、確かにね、いろんな血液型の人を見てると、これ当たってるんじゃないかなとか思う時もありますけども、私は、信じる信じないという言い方をするならば私は信じておりません。血液型なんかはどうでもいいとね、思っております。一応ね、話のネタというかね、話題の一つとして血液型なんかをね、ネタにするのは全然構わないし、あなた A 型でしょうとか B 型でしょうとかね、そういったことを言って、会話のね、アクセントとして、取り入れるのは別に全然構わないし、私もそういうことは嫌いではありません。そういったことを毛嫌いしてるわけじゃなくてね、ただそれ、全然根拠はないことに関して、そんなね、大真面目に、語るほどのことでもないなと、そういうことですね。逆に言うとね、もう全然遊び感覚で言うならば、いくらでもそういう話はね、していただいて構わないし、私も嫌いじゃありません。血液型のことでね、いろいろ、それで会話が弾むんであれば、全然 OK です。ただそういったことにあんまりこう信じすぎちゃってて、
あなたはもう A 型だからこうだとかね、もう頭からそういうふうに決めつけてしまうっていうのは良くないなと思ってます。もう血液型を聞いただけで、あ、この人はこういう人なんだなとね、実際にその人とお付き合いをしたりとか会話をしたりする前にそういうことをね勝手に決めつけてしまう。もう血液型を聞いただけでね、その人の性格とかそういうのを全部決めつけて頭からね、こういう人だという先入観を持って付き合ってしまうというのは私は非常に良くないことだと思ってます。これは良くない、悪いことだと思いますね。やっぱり、まあ、人をね判断するというのは血液型とかね星座とか占いとかではなくて、やっぱりその人そのものとね、その人自身とちゃんと会話をして、その人の顔を見て目を見て、まあ、手を触れてねスキンシップをしたりして、そうやって直に、相手のことをね理解、自分のね、五感で感じ取って、しっかりとねコミュニケーションを取った上で相手のことをね理解するのが、正しいね、人の理解の仕方だと思います。血液型がこうだからという感じでそれをね、その人の、まあ、人格だと決めつけるのは非常に良くないことだと思います。なのでそういう意味ではね、非常に気をつけなきゃいけないことだとは思っています。まあ、要はあんまりそういったことをね信じすぎないようにしてくださいと、それだけのことですね。難しいことは、まあね、考えずに、とりあえずは会話のネタ程度に考えればいいんじゃないかと、そう思っています。なので例えばね、よく、まあ、こういった血液型でいじめとかあんま聞いたことはないですけども、例えばあの人 B 型だからちょっとね付き合いは気をつけた方がいいよみたいなね、そういうことを言う人も中にはいるかもしれませんが、まあ、そういったことを言う人がいたらもう注意してあげてください。血液型なんかね、そんなね、それだけで人の人格や性格が決まるようなもんじゃないから、そういうことを言うもんじゃないよみたいなね、まあ、多少それぐらいね注意はしてあげてもいいんじゃないかなと思います。私もそういうつもりで、今朝ね、ツイッターに一言書いたわけですね。あんまりそういったことを信じすぎてると、ちゃんとねその人の本当の姿が見えなくなってしまって良くないよと、そういうことなんですね。まあ、なんか私のツイッターに書いたのはなんか、流れてる血はみんな同じ赤い色だと、まあ、そういうふうに書きましたけどね。同じ血が流れているけれども人にはねそれぞれ、違った個性があって、そういった個性を理解するにはちゃんとその人とね向き合って、その人と、まあね、面と向かって、コミュニケーションをとって、そうして少しずつね、理解していく、それが正しい人との、ね、お付き合いの仕方だと私は思っております。私自身ね、そんなに人とのお付き合いが上手なわけではないんでね、まあ、人にね、まあ、指導できるほどのことはありませんけども、まあ、やっぱり人間同士、なんだろう、履歴書や、ね、血液型やそういったもので決まるものではありません。ちゃんと、ね、その人と話して理解すると、そういうことを大切にしましょう。まあ、そんなわけで私の前で血液型の会話 NG というわけではなくて、まあね、どんどんそういう話をしていただいて構わないし、まあ、それでね、楽しければそれ全然構いません。ただ私はそんなにそれでね、まあ、占い師だからといってね血液型占いするわけでもないし、血液型で全てを決めるようなつもりもありません。まあ、血液型もそうですけどね、星座やなんかでも同じです。この人の星座はこうだからといって、人のことをね決めつけるのもあんまり良くないことじゃないかなと思っています。まあ、ではね、ちょっと10分間経ちましたので、そろそろここで一回区切って、ちょっとねこの後続きもお話ししましょう。